正解あったろ。あ、正解ない。俺がどこで告白したかでしょ。3月14日ホワイトデーの日に。何をプレゼントして、どこで何をプレゼントして告白したか。お題は、あ、惜しいね。いや、もうダサいんだもん、もうこれに関しては。絶対ダサいんだもん。絶対ダサいんだもん。え、言うよ言うよ。読売ランド。本当のこと言って、いや本当です。読売ランドの観覧車でヴィトンの財布、いや俺調べたんだよ、俺調べたの、調べたね、プレゼント、そう、誕生日記念日の日に30代男性がプレゼントするアイテムとして何がいいかみたいな、俺ネットで調べたの。ネットで調べたら無難なのはヴィトンでしょって出てたんだって。ヴィトンのお財布とか、まあ、無難でしょ、みたいな。30とかになってくるとね。そう。やっぱりなんか、その、20代とか10代とかで、ちょっとなんかブランドが違うみたいな。え、俺やってる？やってる？俺。そんなにやってる？ドンキで買ってないやつ。ちゃんとあの、ヴィトンのショップみたいなところで買ったんだよ。な。切ったね、短いハーフパンツ履いて、T シャツ1枚で、あのね、もう高級な匂いプンプンする。ね、ルイ・ヴィトンの入り口に入ったら、お客様、何をご所望ですかって言われて、うわ、めっちゃクソ恥ずかしいと思って、もうめっちゃ恥ずかしいなと思いながら、買ったんだよ。なんで告白に財布なの？え、逆に告白で財布あげたらいけないみたいな決まりあったの？あ、アクセサリーとか、いや、なんか重いかなと思って。あ、モノグラムじゃない。確かに、読売ランドはダサいと思うけど、ヴィトンの財布は、別になんかダサくないかなって思ったんだよね。え、財布重いの？え、財布重いの？長財布じゃなくて、これぐらいのなんか、女性が使うちょうどいいサイズ。なんかちゃんとカバンとか持つタイプの女性だったから。え、読売ヴィトンダメ？あ、ピアスとかの方がいいんだ。あ、重いって、重いんだ。なるほどね。そうなんだ。ちょ、ショックだわ。で、なんて告白したの？いや、俺なんか、言葉とか何も考えてなくて、スラスラ出ると思ってて、観覧車の一番上で、いや、俺しかいないよって言ったの。観覧車の一番てっぺんに到達した瞬間に、俺しかいないよって。いや、もういや、バカにしろよ、もう。こっちは本気だったんだから。お前、それ脅迫だろ。よしは俺しかいないよって。君ボート同類だぞ。確かに、今冷静になったら、あいつとは同類だと思う。で、その時、まあ、元カノは、どういう反応を取ったかっていうと、スマホ見てて、ミズニャン見てたっていう。俺しかいないよって告白して、その瞬間、ミズニャン見てた。ミズニャンの放送見てた。俺以外にもいたっていう。配信者、でも、大好きで。配信者が大好きっていうか、ミズニャン大好きで、ミズニャンマジ大好きで、ずーっとペガコさんとミズニャンのやりとり、ずーっと終始みたいな、マジで。で、それでなんか、急遽俺がさ、ミズニャンの家にさ、焼きそば持ってくとかあるじゃん。焼きそば持ってった時期あるじゃん。あの時に、まあ、一本連絡入れたんだよ。今からミズニャン家行くぞ、つって。え、羨ましい、羨ましい、つって。羨ましいとか言って。いや、生のミズニャンと生のペガコさんに本当に会いたいみたいな。ガチで羨ましいっつって。うん。超マニアックなんだよね。うん。ガチぜ。超ガチぜ。いいなぁ、みたいな。で、ペガコさんとミズニャンってずーっとさ、こう、喧嘩してるじゃん。それずーっと集中して見てるから、そう。なんか、LINE とか送って、なんか今から会わないみたいな。放送終わったりして、今から会わないとか言っても、なかなか返事返ってこなくて、こいつ何してんだろうって思ったら、1時間ぐらいに返事返ってきて、ごめん、ミズニャン見てたみたいな。どこどこ行ってたとか、ほぼないの。ごめん、ミズニャン見てたみたいな。ので、だいたい連絡が遅れるとき、ミズニャン見てたなの。で、ミズニャン見てたで、なんか、口調がちょっとペガコさんに似てきたの。お前ちょっとペガコさんみたいになってるよ、つって。本当に多分、ペガコさんの真似させたら、右に出るもんね。うん、ぐらいペガコさんの真似超似てるっていう、うん、それこそ言って大丈夫。いや持ってないのでマジで。デート中に配信はありなの？デート中に配信はありなのはちょっとわかんない。そう、お前のフェイネーター、あ、そうだから俺のペガコさんの真似はその当時の彼女譲りみたいなところあった。彼女のハルキに対する意見は、いやでもまだ生まれてなかったんじゃないかな。ずーっとなんかもう真剣に見てる時期って多分ガキ生まれてなくて、生まれるか生まれないかの手前だと思うんだよね。4月3日に生まれてる。そう、生まれてなかったと思うんだよね多分。4月3日でしょ。あ、そうだ、だから多分生まれてないんだよ。だから意見とか知らねえ。そう、生まれてからは、そのなんか、あいつから聞いてないんだよね。いや、聞いてない。なんか、その辺では、そのなんか、ミズニャンとペガコの熱が収束してたんじゃない？そう。でも、マジでバカ面白い。
正直あんなに面白い、一緒にいて面白い女見たことないっていうレベル。そう、俺は未だかつて出会ったことない、あんなに面白い女いるんだって思った、正直。そう、いろんな女性と遊んできたけど、あいつほど面白いやついなかった。うん、マジで面白い。ちょっと話の先っぽだけ話して、ちょっと面白そうと思ったでしょ。いい女か悪い女かっていうのは人それぞれかもしんないけど、何そいつやばくないってなったでしょ一緒にいて会うっていうか、終始ずっと笑ってた。何こいつ超面白いわみたいな。じゃあ復縁だな。いやでも難しいね、正直。そう、俺はもうどうしても配信に差し支えとか支障みたいのがあると無理になっちゃうから、そこなんだよね。うん、それがあるともうダメなの。冷めちゃう。そう、過去のトラウマもあるし。配信は見るの普通に好きだろうね、きっとね。いない子みたいに邪魔するわけじゃないんだからよくね。いや、邪魔されてんの。バファリンさんの元カノをどのようにゲットしたんですか？なんかこれ言うとなんかモテ男みたいな、勘違いすんじゃねえよみたいな感じ言われちゃうけど、本当に俺のモグゴリのゲストに酔っ払ってきたんだよ。そう、酔っ払ってきたの。近寄ってきた。この俺に。うん。俺がモグゴリのゲストしてる時、俺しかいないよ、つって。お前意識してたろ。いや、だから、それもないけどね。一緒にね、ミズニャンとペガコの考察したら、あいつ多分止まんないと思うよ。うん。マジで止まんないと思う。もう放送終わったら、電話かかって、ミズニャンとかの考察とか、結構長く尺取った後とか、今日見てたよ。みたいな。今日見てたよ。とか言われて。何がっつって。なんか悪いこと言ったっつって言ったら、ミズニャンとペガコさんの話、見てたけど、ちょっと浅いとか言われるから。ちょっと浅いと思う。みたいな。せっつって、俺の放送に口挟むなっつって。マジで、でも、話聞くと考察深いから。やたら尺なかったもん。いや別になんか、彼女のためにやったわけじゃないけどね。うん、お前の周り普通の女いないの？いや、逆に普通の女と付き合って面白くないでしょ。もう。ていうか、俺の周りに普通の女なんていないって。ぶっ飛んだやつしかいないから、やっぱり。仲直りじゃん。いや、もう別になんかね、喧嘩別れとか、もうじゃあねっつって、一生連絡してくんなよとか、あ、わかったよ、みたいな感じの、なんか別れ方したわけじゃないから。なんかこれだと、俺、今後も邪魔されると困るんだよね、つって。だから離れた方がいいと思うっていうので、そうだよねつって、今後も邪魔すると思うみたいな、邪魔しないって約束できないみたいな感じで終わってんだよ。そうっすかな、目を泳いでる。いや別になもう何でも構わないけど、うん、膝から落ちた。いやその時は崩れ落ちてなかったってことにしといてやるよ。だからまあこれで嘘ついてたらいずれ漏れるから、いずれめくれるから、だから今日はこの辺にしといてくれた方が、めくれた時お前あん時嘘ついてたのかよつって、また盛り上がれるからいいじゃん。 PS5 くれた女は別のバファリンの女俺に PS5 くれたのもバファリンの女で、実はなんか持ってても使わないから、ナオコさん欲しがってたんであげますっつってもらったの。それは別の女。それはサニーウーマンじゃない。サニーウーマンとは別に、付き合ってはいないんだけども、そんな客だった子。そう、客だった子だね。なんでもバファリンの客だった子。あ、そうそう、みなみちゃん。よく知ってんね。すごいね。いや、ハイエナじゃなくて、俺からなんかアポ取ったこととかないのよ、基本的に。そう、寄ってくるものを食らうだけだから、俺は寄ってくるものを食らうだけだから、俺から別に歩み寄ったりとか寄ってってないの。 いい女だなみたいな感じで寄ってってることないから。逆ギレは別に切れてないでしょ。次のお下がり待機してますちょ待って、次のお下がり次のお下がり待機ってどういうこと？俺がバンちゃんのところ行くってこと？俺が、あ、ちなみに今なんか次のお下がり待機してますっていうのは言っていいのか分かんないけども、ポンスケの元カノね、今のポンスケの元カノだから、俺バンちゃん行ったらポンスケのお下がりになるのよ今度。お下がりリレーじゃん、ポンスケのお下がりになるから。そうバンちゃん俺も久しぶり見たわ。お下がり待機されちゃったらね、話変わってくるよこっちもね、うん、バンちゃんタクシーで引かれた女とポンスケが今付き合ってんのよ。バンちゃんはめっちゃ綺麗な人だよ。もうタクシーに惹かれた女ってパワーワードすぎん。いやめっちゃパワーワード。お前下請けなんだな。いや下請けって言い方やめてくれない？エントランスって呼んで。いろんな部屋があるけどもね、必ず通らないといけないところ、戻らないといけないところに俺がいるんだよ。ロビーだから俺は。エントランスとかロビーだから。下請けって言い方ちょっと気に食わねえんだよな。別に下請けだったら営業とかかけるじゃん。別に営業とかかけてないから、必ず立ち寄らないといけないところみたいな。いいように言うないや確かにちょっといいように言いすぎた。うん。あ、お疲れでーす。隙間産業。ガチ恋のリスナーさんたちは、まあどうなんだろうね。本当になんかうちはビビたるものだから、そう。やっぱりそのなんか、俺が把握してる限りね、そう、ビビたるものだし、まあ交流とかしてもさ、そんなになんか、もう、ナーボー、ゾッコンですみたいな、大好きですみたいな人って、俺は見たことないから。お疲れにも観覧車とビトンの話。いやもう二度としねえよ。
まあ、おつこれ勢がちょっと入ったってことで、あれか、な、30代独身が女性を射止めるためにした告白の仕方っていうのを一回だけね、そう、手短にお話しするよ。やっぱり、告白するフィールドはね、読売ランドです。まあ、わかんない人は後で検索してくれ。読売ランドの観覧車の中で、ヴィトンの財布を渡して、俺しかいねえぞ、これだよ。これで決めたから。よく決まったな、それで。そう。その時に、まあ、告白先の相手は、観覧車のてっぺんで水にゃん見てた。え？なんて？みたいな反応されて。いや、一応告白なんだけど、つって。もうさすがに付き合おうよ、つって。言い直して、まあ、付き合ったって感じなんだけど。うん。あ、ちょっとね、声もちっちゃかったんだよね。あとさ、なんか観覧車ってウィーンみたいな感じでちょっとうるさいじゃん。それに負けたの。俺の声量が。そこまでに俺何回もその子に告白してるから、もうさすがに付き合わないっつって。今日ホワイトデーだよ、みたいな。いつまでこの話すんの？いや、まあ、俺は別に全然か、違う話したいんだけども。まあ、昨日の今日だから、夕方聞けてない人とかもいるかなと思って。